なぜ泣いている？婚約者が罠の様子を見に森に行って帰ってこないの。きっと何かあったのよ。悲鳴が聞こえたけど自分では怖くて行けなかった。森へ行ってその男がいないか見てこよう。ありがとう。お金はあるの、払うわ。男は野犬に殺された。あの女にいい知らせは持ち帰れないな。いや、いた。だが…いいの、言わなくてもわかる。どうぞ、このお金を。この金は受け取れない。連れ戻せなくてすまなかった。せめて遺体を取ってくれるかしら。やめておけ、危険だ。もしそれでも行くなら、罠のそばで見つかる。ありがとう。さようなら。